大学入学共通テストが今日から始まりました実施の遅れなど県内ではこれまでにトラブルは報告されていません試験会場の一つ新潟市西区の新潟国際情報大学では今朝緊張した様子の受験生たちの姿がありました今日から全国一斉に始まった大学入学共通テスト県内では9183人が志願し 15の大学や高校が試験会場となっています初日の今日は地理や歴史、国語などが行われています共通テストをめぐっては、去年、県外の会場で試験問題が流出する不正行為があったことを受けて会場では対策が強化されているということです県内ではこれまでにトラブルの報告は確認されていません共通テストはきょうとあすの2日間行われ あすは理科と数学が予定されています。